皆さんこんばんは。はい、拉致被害者全員奪還ツイキャス始まりました。今夜もよろしくお願いいたします。はい、今夜のゲストはロックミュージシャン、あ、もう来てくださいました、サナシさんがご出演してくださいます。もしもし、よろしくお願いします。 OK です、サナシさん聞こえてますか？はい、バッチリです。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。はい。あ、時間が、あ、なんか、はい。ありがとうございます。はい。はい、皆さんからのコメントは、流れてるのは、いかがでしょうか。はい、多分。はい、聞こえてますとか、拍手も来ております。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、お世話になります。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、何でしょうね、あ、最初にね、はい、あ、聞こえずれる、あ、まあ、今流してもらったりしてね、恐縮です。なんか生だと照れますね。照れますか？なんか、サネユさん、いいコメントというか嬉しいコメントが、サネユさんの曲を YouTube で視聴させていただきました。一、はい、人での視聴をおすすめします。カッコ用ティッシュと。私も受けの2番3番になってきたら、いつも涙が出てくるんですよ。で、靖国に初めて参った時の気持ちがバーッとオーバーラップするんですけど。そうですよね。まあ、皆さん、大体の人は大人になってから靖国とか行ってると思うんだよね。はい、サネユさんは多分小さな頃から、まあ、やっぱり、いや、そんなことないんだけど、いやいや、そんなことないんですけど、はい、やっぱみんな、この現代生きてると途中で気づくんですよ、はい、みんなね。初めからそんな家庭に生まれてる人はほぼいないじゃないですか。そうですね、まあ、まあ、おじいさんがとか、戦争で亡くなられてっていう方は、まあ、ひいおじいさんがぐらいになるんですかね。まあ、そういう方は多いと思うんですが、そう、どっかの気づきがあって初めてこっちの日本の本当のことを知って、今までのね、自分が何だったんだっていうようなね、はい、そういう方多いと思うんですよね。学校の教育で、そうそう、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、戦争のことはもちろん歴史、日本の歴史として習うんですが、その先生、まあ、先生にもよるかもしれませんが、英霊の方々が、たった一つしかない命を、この国をね、守るためにっていうような、口調で子どもたちに教えるっていう教育は多分ほとんどないと思うんで。いや、絶対ないじゃないですかね。はいはい、私も中学とかさ、習うじゃないですか、はい、で結局、はい、私も全然分かってなかったけども、なんか不愉快だっていう感覚で、はいはい、歴史が嫌いだなとかなるわけですよ。まあ、日本が悪かった、日本人をね、はい、そうそう、日本人を下げてね、そうやるから、はいはい、気持ち悪いわけですよね。だけどこっちは、そう、こっちは分からないじゃないですか、はい、その真実のことがね、先生が言ってるっていうことの方が正しいと無条件で思っちゃうから。まあ、子供は素直ですから、はい、そう。だけど、まあ、大人の、まあ、私の、まあ、10代高校出るとかそんな感じですけどね、それぐらいで知った、はい、分かった時の、はい、ショックと、ただ、ああ、よかったなっていう、はい、あ、我々日本人の姿を、本当の姿知って、あ、やっぱりなっていう感覚っていうのかな。やっぱこっちの感覚の方が正しかったなっていうのが、ありますね。あ、なるほど。うん、はあ、サネユさんは、はい、ひいおじい様のお話してもいいですか？ああ、まあいいですけどね、はい。
いいですか、ごめんなさい、まあ、皆さんこの方すごいでしょう、ね、立派な勲章たくさんつけていらっしゃいます。この方が実吉さんのひいおじい様の実吉康純様ですね。戊辰戦争も西南戦争も日清戦争も、うん、まあね、うん、行かれているということで、どちらかというと、うん、軍医なんですよね、軍医さん。そうですね、はい、医者ですよね、うん、お医者さんですね。だから海軍の軍医学校の校長先生をされていらっしゃった方ですね、うん、はい、うん、あとね、海軍省の医務局長とか、まあ、うん、大本営の海軍医部長とかもされていらっしゃった方で、あ、そうなんだ、司職様ですから、はい、うん、こういうこのひいおじい様のお写真とか、うん、実際の勲章って見たことはありますか？実際の勲章は知らないね。あ、そうなんですか。これ、まあ、ひいじいちゃんつっても、私、まあ、本家じゃないからさ。いや、まあまあ、でもね、ひいじいちゃんは。本家にはあるみたい、あると思いますよ。はい。あ、なるほど、そうですか。うちは七男坊の、そうそう。はい。あ、そうなんですね。うん、ちょっと、ずれるね、まあいいんだけど、ごめんなさい、いや別に戦死してないから靖国にはいないんだ、まあね、うちの子孫は、うんうん、あ、そっかそっか、戦死じゃないから、うん、そっか、うん、うん、そうそう、あ、でもね、いや海軍の方がすごいなと思って、うん、海軍の方が当時リベラルなんですよね、海軍の方が。陸軍はまあ、ああだから、うん。で、うちほら、もともと私はやってませんけど、キリスト系で、みんなもう、はい、そう、みんな西洋、もう家も全部西洋式で。はい、そうですか、早くから。そうそう。うん。へえ。だから、うちの親戚みんな未だにリベラルで、話にならないんですよ。リベラルの方が多い。あ、話にならない。話にならない。え、じゃあ、実吉さん、ちょっと親戚の中では、ちょっと異色ですか？そうそう、もうほぼね、だから、最初いろいろ言ってたんだけど、うん、あんまもう付き合わないっていうかね、本当はそれじゃよくないんだけど、まあ、ほどほどにやってるって感じで、はい。あ、そうなんですね。まあね、もう、過去に実吉さんがツイート出してくださった、拉致被害者への思いっていうのもさっきちょっとだいぶ遡ってリツイートしてみたんですけど、はい、すいません、なんか拉致問題についても、うん、うん、いやもうあんまほら私文章にするとこう固いこと書いてるからね、もっと硬派な男なのかなってみんな思ってるかもしれないんですけど、はい、もうなんか昔からなんかお前なんかダラダラしてるとか言って、やる気あんのかとか言われて、やる気あるんですけどね、いやいやいや、うん、うん、はいはい、まあ、なんか変な尺するなとか言われて、そうよく落ち込むんですけどね、うん、とんでもない、はい、うん、震えて、もうでもザックバランで今日はもう、うん、思いの丈というか、まあ、長く拉致問題も関わってこられてますし、うん、コンサートの出演もされてこられたり、はい、で ああいう曲を作られたのは、あれは、はい、何がきっかけで愛しき子よっていうのは作られましたか？きっかけっつってもね、まあ普段も、はい、そうやって日本のことを、ね、勉強してれば自然と、うんそうなるというかですね、うん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 、そうですね、拉致のことみんなほら一般の方って興味ないじゃないですか、やっぱり薄いですね、うん、そうで、うん、結構こう社会的な方面で発言してもね、あんまりピンときてくんないし、はい、そしたら親子だとか
ね、母親とか娘の気持ちとか自分にね、照らして考えてくれるかなってことじゃないですかね。あ、なるほど。だから静粛よりもお母さんの気持ちで歌ったってことですね。まあ、皆さん子供さんいらしたら分かるでしょうっていう母の気持ちってことですね。うん、うんうん、なるほど。そうですね。いやね、長くかかってますもんね。うん、だからそれももちろん無関心というか関心が薄れていた原因の一つだと思うんですけど、うんうん、もちろんね。だからもうだから、はい、本当は国がね、国家がね、はい、毎日でもね、テレビ CM でも流してね、取り戻すんだから、おっしゃる通り、国民もみんな興味持ってね、これ考えましょうってね、CM すりゃいいじゃないですか。そうですね。別に、誰かも。それをね、やっぱやるかやらないかっていうので、国の姿勢も変わりますし、うんうん、まだ毎日毎日拉致問題って、やってるよってなると、やっぱ、まあ、もっとね、いや、そうだと思いますよ。うん。で、まあ、深いところもじゃあ知ろうかとか、うん、関心も変わるような気はしますね、やっぱり。うん、まあ、今一部の人だけが声上げてるっていう状態ですもんね。そうですね。やっぱね、皆さんこうなんか他人だと思ってるじゃないですか。私はね、みんな、だから結局戦後のね、まあ、はい、戦後体制ってものがね、操作してるんですけど、やっぱ同胞なんて言葉はもうね、死語になってますけど、この同胞意識を取り戻さなければ、全くその共感できないじゃないですかね。うん、みんなそれぞれ別の人間だと思ってるようですけどね。あ、の国家の家族っていう意識がすごく薄れてるんでしょうね。うん、そうですね。もともとはそういう国であったし、実際にその大東亜戦争で戦ってくださった方々、うん、まあ、大東亜戦争の前もですが、うん、国のために戦うぞという、うん、方々を、うん、サネウさんの曲の中で歌詞で知ったんですが、シコの見立てですか？見立て、はい、はい、うん、あ、間違えてます？え、いいんですよ、はい、合ってます？合ってますよ、あるんですね、はい、はい、うん、私はこの言葉知らなかったんですが、うん、まあ戦前の軍人さんとかね、遺書とかよく使われた言葉だと思いますけどね、はい、もう今なんか普通に検索すると出てこないんですけど、あ、出ないよね。もう今そういう、うん、今そういう言葉使う方もすごく減ってるんでしょうね。四股の見立てはいないんでしょうね、はい、ね、天皇の盾となって外敵を防ぐもの、まあ、武人が自分を四股っていうのは、まあ、うん、まあ、醜いっていう字ですから、卑下して言う言葉で、うん、万葉集の中にあるんですよね。今日よりは試みなくて、はい、大君の四股の見立てと入れたつわれはという、そうですね、うん、はい、あ、英吉さん正解です、その字です、はい。でもね、やっぱりなんだかんだ言ってというか、ええ、国があるからそこに町があったりふるさとがあったり家族が住める地域があったり、うん、でそこに、まあ、ちっちゃい、一番ちっちゃい集団になるのが家族で、元になるその国っていうものがしっかりしてないと、うん、はい、結局自分たち、そのみんなね、今、日本に住んでらっしゃる方もどんな方も多分平和がいいなって思ってると思うんですけど、平和を望んでると思うんですけど、まあ、平和を望むなら国を考えるっていうことって本当は基本中の基本ですよね、ま、
そりゃそうですよ。だからまあ、戦後のその国家っていうものと分断されましたから、それを意図的にされてるじゃないですか。せよと言いたいわけですね。だからじゃあ別に自然と今の世の中は我々日本人が作ったわけじゃなくて、戦争に負けて占領されて、まあ今の憲法って言われてるものを強制的にはめ込まれたわけじゃないですか。だからそこの、そうですね。うん。それをまずさ、やめなければ、不自然に成り立ってるんですよね、今の世の中。確かに。そう、うん、だから皆さん結構今憲法改正とか言って頑張ってる方々いるじゃないですか。はいはい。そのか、うん、そういう方々本当にね、全く批判するつもりないんですけど、はい、もうちょっと視野をね広げてほしいと思うんですよ。で、皆さん憲法を改正するにはこうしなきゃいけない、こう議会で3分の2取って国民投票で半分とかって、そうやってみんな法律にのっとってやってるじゃないですか。はい。法律が大切だと思ってるからそれに従おうと思ってるわけでしょ。だからそのうん。そうですね、まあまあまあ、だから法治国家なんだから法律にも乗っ取ってしか改正できないと思ってますよね、うん、思ってるじゃないですか。それなら、はい、ね、不法に押し付けられた憲法なんだから、ね、法律に従いたいんだったらそれをまずやめましょうって話なんです。法律違反で出来上がったんだから。まあ俺このね話するとあんまりね受けが悪いからねしたくなくもないっていうか、ね、いやね私もね何回もそれはね、いやいや佐野由さんのおっしゃってることわかるんですけど、うん、大体東京裁判もあれも、うん、どうなんだって裁判じゃないですか。はいはい。でもそれを、ひっくり返して謝らせることっていうのが可能か可能じゃないかって言ったら、いや別にアメリカのことは別にいいんですよ、どうでもね、はい、日本がどうするかであって別にあれは、はい、まあ裁判なら裁判、あれは裁判じゃなかったって、それは学術的に言えばいいんであって、あと憲法だって別にこれは憲法じゃなかったと確認すればいいんであってね、別に無造作にこんなの破棄しろとか言って騒ぎ立てるんじゃなくてね、まあ安倍さんね、まあ議会で決取るのが一番スムーズだけど、それは無理としても内閣、まあ今なら安倍さんとかが別にこの憲法は、はい、日本人が作ったわけでもなく法にのっとってないから、これちょっと我々これが今通用しているだけで有効じゃないことが確認しましたと、こういう談話っていうんですかね、うんうんうん、それで、うん、で今明治憲法の方が生きている、まあそのまたねこの話も細かいんだけど、まあとにかく明治憲法があるんだから、それを改正するまでは今のまま現状維持で通用していくけど、その準備進めますからと、まずこれは無効であったってことを確認してくれればいいんですよ。別にそれでみんなね改正派の人は無効にしたら社会が
混乱するだとかなんとかって言うんですけど、それは日本人をバカにしてるんですよね。別に今これ間違ってたからやり直ししますよ。だけど今までできてる法律は現状維持して、いいものは残す、悪いものはまたやり直すと。これ準備していくから、そうにやればいいんですよね。別にバンと捨ててね、うん、全部捨ててなんだって騒ぐわけじゃないんですよ。まあ、ね、そこのとこかな。日本国憲法も、うん、まあ、確かに押し付けられたものですし、あの時にまだ占領下にありましたし、で、うん、日本人が作ったものじゃないものを日本人はもう本当に大事にしている。改正の人も、うん、9条以外はじゃあ大事にするのかって話ですよね、うん、本当に大事にしたいなら最初から全て自分たちで日本の憲法なら日本人が作ろうよっていうことですよね。うん、ましてね、その日本国憲法がある前から日本国っていうのはしっかり長く続いてきた。そうそう、別に憲法なくたって別に大丈夫なんですよ、うん、まあ、それは言い方ちょっと悪いけどね、うん、いやいや、そうですよね、憲法なくたって別に大丈夫なんですよ、確かに、うんうん、ただもうそれが根幹というふうにやっぱりこれって思い込まされてるのもそうです、そうです。だから、やっぱりね、日本人が、そう信じ込んでるから。うん、ああ。いや、まさにそうだ。だから、皆さんの意識を、うん、意識を変えればいいんであって、政府は、国民の意識が変わんなかったら動けないですよ。うん。いや、ね、結構ね、はい、無茶だと思ってる、思うとはわかるんですけど、まあ仮にですよ。はい、だから、例えば今、日本のお札が全部偽札だったと分かったとするじゃないですか。はい、はい。今まで使ってた自分の財布のお札が偽札だったと。だけど、国家は、じゃあこれ偽札だったって分かったけど、今通用してるからこのまま使いますで、いいんですか？うまいや、無理じゃないですか。確かにおっしゃる通り。無理でしょ、それ。で、偽札でよく見たら確かに、福沢諭吉の顔がちょっとおかしいから、これ少し修正しましょうとか、ちょっとこの数字がなんか0が1個足りないから、足しましょうとか、これで通用しますかって話なんですよね。うん。いや、めっちゃ。いくら、そうでしょ？いくら、結局、修正したって偽札は偽札のことは間違いないんですよ。うん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 。今の憲法偽札じゃないかと。ああ。そうそうそう。めっちゃ腑に落ちました。はい。ストーンと来ました。うん、だからそれを、うん、本当そうですよね。そうそう。はい。そうですよ。だから。これでも、三条さん、それを、マジョリティの声にするのって、ごめんなさいね、やる前からやる気なくしてるわけじゃないけど、うん、なかなか時間かかりますね。うん、だから。でも、すごい正論だと思いますね。うん。うん。全くおっしゃる通り。いつだった？うん。石原さんがほら元気だった頃、それをやろうっていう話があったんだよね。はい、まあそれ失敗したんだけど。うん、だから、意識の転換だと思うんですよね。はい、今、通用してるだけで有効じゃないんですよ。うん。で、これを憲法と呼ぶから、憲法だと思うんであって、これは占領時代の基本法なんですよね。そうですね。あれはまあ GHQ が占領してる時に、占領しやすい状態に押し付けたものですから。皆さん悔しくないんですかと思うんです。これは日本人が
考えてないし、これ英語で書かれたのを翻訳しただけですよね。しかも日本人らしい日本国柄が一切書かれてないじゃないですか。もう最初からは全部こう日本が悪かったからっていうとこから始まる文章なんて、でもみんなあの、あ、この話あんま長引かせない方がいいですかね。いや私ものすごいビリビリ来てます。あの感銘受けて、うん、いやだから今ね、改正本当に、うん、はい、改正って言ってる方々ね、一緒に協力したいんですよ。改正だと言ってる人と協力できれば、同じ方向になれば全然そんなできるはずなんですよね、はい、今ほら有名な人がみんな改正ってやるでしょ、うん、いやそっちの方が可能性があると思ってるんですよね、うん、いや多分本当は、まあ、あの改正っておっしゃる方は、まあ、それなりにやっぱり勉強もされてらっしゃるし目覚めもある方なんで、今のままではダメだっていうことは気づいてらっしゃって、うん、で全部丸ごと多分取り替えるのはきっと無理だろうから、それはね無理だろうからっていうふうに、まあ、あの安全策で、じゃあうん、そうですそうです、憲法だ、それがもう敗北、うん、敗北主義ですよね。9条だけでもって9条全部消すっていうならまだね分かるんですけど、自衛隊を明記する、ね、3条足すとかね、うん、うんうんうん、もう参考足すとか言ってもいい、改正じゃないじゃん、加減じゃないですか、うん、もう改正って一番悪い改正は安倍さんが今進めようとしてるじゃないですか。おかしなもののところにおかしなものを出してもね、そう、まあ、自衛隊に、うん、うん、その一回も触ったことがない、変えたことがない、73年4年変えたことがない憲法に対して、うん、何か、まあ、最初の手を加えるのはかなりその高い壁だと思われてて、まあ実際にそうだと思うんですけど、うん、ね、今まあここにいらっしゃる方々はね、やっぱり今サニオさんがおっしゃったことにほとんど同意されてますね、うん、あ、だからあの改正して一体どこへ行きたいんですかって、はい、うん、どこに行きたいのかって話ですよね、日本人がこのいつまでもまだ占領されておくのかってことですね、うん、心も精神的にもう泥沼、うん、もう無理ですよね、うん、改正したら、うん、なるほど、だから改正っていう機運を、うんうん、こっちに振り向けないと日本はもうどこにも行けませんよね、うん、あ、じゃあもうサニューさんは見ててあの憲法改正っていうふうにこう声を上げてるのを見てももうもやもやとするわけですね、うん、そうですね、そうじゃなくてというふうに、うん、そうですね、そう、わかりますね、うん、だからあのみんな悔しさがないんでしょ、結局今見えている憲法の条文これを変えれば、まあ、自衛隊が動きやすくなるとかそういう上っ面しか考えないんですよ。この占領憲法が制定された時ですよ。一応明治憲法の改正という、やり口を無理やりやらされて、一応議会を開いてやらされたわけなんですけど、その時にその議員たちはですよ、これは時間切れに持ってって、ね、時間切れに持ってって、これ廃案にしようと、おながれさせてしまおうと思って、時間をずっと稼いでたんですよ。
それで、はいはい、夜中の12時になればお流れになるから、それまでこう適当に話し合いをして時間稼いでたらですよ、12時5分前に GHQ が来てですね、その議会もその建物の全部時計を5分前に止めてですよ、動かないようにして、でそれをずっと廃案にできないように朝日が昇るまでその状態でやらされたんですよ。だから憲法だとか法律を守りたいんだったら、そんな不正に成立したものをね押しいただいていて、だから自己矛盾を起こしてるって言うんですよ。自己矛盾がちょっと言い過ぎですかね、すいません。いや言ってください、もういやありがたいです。うん、拉致被害者取り戻せないのは憲法があるからじゃないですか。それ知ってるでしょ皆さん。知ってんならその憲法何とかしたいじゃないですか。自衛隊は外に出てけないって縛りがあるじゃないですか。はい、今更話し合いで解決できると思ってますかね。いやそりゃ数人は帰ってくるかもしれませんけど、なんかのきっかけがあればね、話し合いで、うんうん、けど何ですか、5名の方戻られて、それから一体何年経ってるんでしょうかと。もう17年ですね、今年ね、うん、秋が来たら。安倍さんは最重要課題だと言ったんですよね。それを信じて我々いましたよね。はい、まあそれを信じて支持している人もたくさんいますし、まあ家族もやっぱり安倍総理になってなったからこそっていうふうな期待もものすごくされたと思います。うん、ですよね。うん。安倍さん、日本を取り戻すとか、戦後レジームからの脱却だとか言うならですよ、脱却したいんだったらこんな憲法を押しいただいてて脱却できるわけないじゃないですか。戦後レジームというのは今の日本国憲法イコールじゃないですか。はい、日本を取り戻すって現状回復ですよね。今の異常な姿をやめにして戻るっていうことでしょ。ちょっとすいません、はい、もうちょっと柔らかくいきましょうかね。いや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 、全然柔らかいですよ、佐野さん。どうですか。あのね、やっぱりね、いくら保守でもね、うん、日本のね、日本人ってね、もう大体座標軸が左なんですよね。だから自分がまともだなと思ってても、やっぱりこれ世界から見たら異常な国ですよ、本当に。そうなんですよ、うん、はい、だからそう、皆さん、そうやって安倍さん、我々は保守層っていうかの、なんか心をくすぐるようなね、日本取り戻すとかやるんですけど、はい、実際何もやってないのと同然で、結局政治は結果じゃないですか。まあ、もちろん安倍さん一番気持ちがあるってことは分かってるんですけど、うんうん、はい、結果何も進んでないし、まあやるやる詐欺になっちゃうんですよね、誰か言ってましたけどね。まあ、最近安倍総理も戦後レジームからの脱却とかいう言葉をだいぶ言わなくなってますが、はい、こう大体戦後というか、まあ、だから皆さん、安倍さん敗戦レジームですよね、うん、本当に敗北した戦後日本がもう
広域論みたいにこう GHQ から強く押し付けられたものに未だ自家中毒してる日本人ですね。うん、なぜ独立した時にもう一回独立というか、あの主権回復した時、はい、主権も回復できてないんでしょうね、うん、結局だから今の憲法を持っているってことは、まあ、うーん、まあそうですね、うん、まあ、みんなどうしたいんですかと思うんですよね。このまあどうしたい、まあ、そうだな、いやもうやっぱり独立回復してますし、もう戦後からこれだけの長い時間を経て本当は自主憲法を制定って、うん、いうね、あの内閣がとっくに出ててもおかしくなかったはずが、そういうことが全くなくて、まあ、戦後70年経って安倍総理が初めて憲法改正も言ったわけですが、それが異常なんですけどね、うんうん、だからね、本当触んない方がいいんですよね、それぐらいだったらね。そんなね、自衛隊明記したらね、もう今年来自衛隊は国軍に戻れませんよ。そんなね、自衛隊員の方々にね、そう、自衛隊の方々にね、申し訳ないじゃないですか。彼らはね、こんな時代にですよ、軍人さんやってる人たちですよ、こんなひどい時に、でも国家ってものを意識考えて自分の身を捨てて自衛隊に入ってるわけじゃないですか。宣誓してくださってね、で、あの、うん、未だやっぱり国際的にはあのフォースっていう風に、ジャパンフォースっていう風に名乗ってるわけですから、国外的に見たらもう明らかに軍なんですが、ね、日本の中ではこういろんな言葉遊びじゃないですけど、まあ、軍じゃないような、あのね、戦うあの武力はないんです、自衛なんです、まあ、緊急の時にみたいな、まあ未だにね、うん、本当に申し訳ないですよね。でも任務としては最前線なんですもんね、相変わらず。それは変わらないと、うん、だからあの戦力持たないって書いてあるじゃないですか。で、自衛隊は軍隊じゃありませんとか言って、はい、政府はそんな解釈して、そんなことをあの子供にどう説明できますかと思うんですよね。子供に、自分たちが自分たちに嘘ついてるのに子供に嘘つくなとか教育できるんですかと。子供が読んだ時に、うん、そう、だから皆さん子供の感覚で直感力で皆さん考えてもらったらいいと思うんですよね。素直にね、まっすぐね、そう、あの憲法を読んで、うん、子供たちがなるほど立派なものだと、あの国家の領土と国民の命安全を守るというふうにきちんと明記されてる、嘘偽りがないっていうふうには読まないでしょうね。やっぱ疑問だらけでしょうし、うん、文章はおかしいし、うん、それをね、あの不法に押し付けられたのに、うん、これをだから大事にいただいてるんですね。そう、これをまあ無効にするのは無理だってずっと刷り込まれてるだけなんですよ。うんうんうん。別にこれはまあだからさっきも言ったようなことなんですけどね。もう
普通に説明できないことはやめましょう。そうですね、うんうん、私ももう憲法改正っていうのはやめます。自主憲法改正、まあ、うん、いやいや、ね、私もね、もちろん自主憲法制定がいいってもう前々から分かってるんですけど、それは無理だろうみたいなね、うん、やる前から諦めがあったんですが、でも うまく会見できたとしてもやっぱりおかしなところに何かを出したり変えたりしても、うん、これね、そう、偽物は偽物なんですよ、うん、偽物は偽物ですね。そう、自分たちが作ったものじゃなくて、ね、いろんなところから切り張りされて押し付けられて与えられたものですから、そう、ね、草案がね、大体もう日本語じゃないっておかしいですもんね。そうですよ、うん、英語ですからね。はい、だからまあ悔しさっていうか誇りっていうかね、そういうの忘れちゃってるっていうか、結局こういう憲法をあの大事にしてしまったから余計に日本人から国守ろうとか家族守ろうとかそういう人としての本能的なあの、うん、ものまで奪われたような気もしますね。間違えてるもの、おかしなものを、そうです、そうです、うんうん、今世の中って、ね、うん、そうやってもう国家政府が嘘を言って自衛隊どうだとか嘘ばっかり言ってるから、そんなの 1+1 は3だって言ってるのと一緒で、ちっちゃい頃から 1+1 は3だって教育されて、うん、なんか疑問あるけど社会全体が3だと言ってるから、そう、3なんだと、そういう状態だと思いますよ。いや、もうまさしくそうです。で、あのちょっと前まで、まあ、あの安倍総理があえて会見で言う前は、私も覚えがあるんですけど、うん、その憲法9条に触るなみたいな時代があって、でも考えてみたら、はい、国家にとって安全保障って本当はずっと最重要課題のはずなのに、それを触るなってもう本当にちょっと恐ろしい国ですよね。安全保障を考えるなみたいなものですから、恐ろしいですよね。だから別に、それで結局どうなったかっていうと、たくさんの人があえて北朝鮮に拉致されたままだったり、そうですよ、竹島とか北方領土が奪われたままだったり、だから領土も人も侵略されてるんですよね、うん、結局ね、うん、今の憲法があるからそれはされたんですよね。それはあっちの国の人たちはみんな分かってるから、はい、平和平和平和っつって何も平和じゃないですよね。拉致被害者の方々の途端の苦しみをね、もう少し真剣にね考えてほしいんですよね。じゃあ安倍さんやることいっぱいあるのは分かるんですけど、うん、別に拉致被害者を救うことだけでいいんですよ。それだけやれば、それはその正確なやり方でね、それなんか話し合いで数人帰ってくるとかじゃなくて全面解決できる、うん、それ一点やればね、それはもう安倍さん別に政治生命終わったとしたっていいじゃないですか、別に、うんうん、うん、別にそのなんかいろいろやりたいことわかるけどね、うん、だって本当に命かけてくださった方々から見たらね、うん、別に本当に死ねって言ってるわけじゃないのにね。そうです、英霊の方々にしてみたら本当に命かけて国守ってくださったのに、 そのちょっと後の日本人がこれだけの低堕落ですから、うん、本当に申し訳ないなと思いますね。かけてほしいですよね、ピョンタさん。で、それで政治家の命が終わって政界引退されても日本人は感謝しますよね、本当に。
そうです。まあだからね、まあ安倍さんに死ぬ気がないっていうのがまあそういうことでしょうけど、今の現実、安倍さんに政治生命かけて命かける死ぬ気がないと、あるならやってくれってことですね。そう、まあ、あんまね安倍さん今ね、佐野義さんの、ね、意見とね、佐野義さんの意見とね、それは違うと思うっていう意見がねないです、コメント、同感ですと。最後に本当に政治生命かけてほしい、そうですよね。あのというか当たり前じゃないですか、あの日本人を奪われているのに救わない社会国家って何ですかってことです。恐ろしいことですよ本当に、それちょっと恐ろしい。今なんかこう平和な感じだとか、普段まあ生きてるとね何も皆さん感じないからね、別に夜歩いててもね、まあ最近はだいぶ悪いでしょうけど、別にこう国家がなんか異常な感じはないからね、緊張感出ないんでしょうけど、まあね、どこか、まあ、他の国に比べたら治安もいい方ですし、まあ、国民の、 あの民族性もあの道徳心が高いというか、ああいう震災があっても暴動とかあまりほとんど起きないですし、きちっと皆さん整列されたり、並ばれたり譲られたりする、まあ、そういう国ですけど、でもね、こういう民度がね高いからこそね、本当の力っていうのを取り戻すために、あれ、あの子供に嘘をつくのはもうやめたいですね。拉致された方々は皆さん日本人で、皆さん家族ですよね。その感覚が抜け落ちてるのを取り戻したいですよね、もう我々、まあ今いろいろ混じってるかもしれませんけどね、ハーフの方とかこうあれされますからね、それでも日本人が同胞意識が、まあ先に言ったんですけど、なくなってるから人ごとの感覚に陥ってますけど、皆さんこう必ずお父さんお母さんいて、おじいちゃんおばあちゃんでずっとご先祖さんが続いてるわけで、これがどんぐらいですか、20代とか続いていけば1億人以上のご先祖さんがいるわけですよね、そうです。それは、全員家族って言ってるのと一緒なんですよね、みんなどっかで血がつながって、どっかでつながりがあるんですよね。だからその感覚、なんで被害者奪われて俺らは苦しいんですかって言ったら、そのご先祖からつながってる感覚がどっかにあるからだと思うんですよね。なんで日本大切に したいのかとか、なんで伝統文化守んなきゃいけないのかとか、被害者取り戻さなければならないのかって、その当たり前の感覚、連綿と続いてきたこの日本という形、国柄ですよね、これを無理やりそがれてるからじゃないですか、まあ、憲法も一緒ですけど、自分の家族を、自分の親や子供を無理やり引き剥がされて、自分の魂が泣くわけですよね、苦しいじゃないですか。なんか国民の生命財産を守るのが政府だとか、何何国家の政治の要諦だとか言いますけどね、
その今生きてる人たちだけじゃないですよね。そうですね、続いてきた命があるから、うん、今生きてる人を無理やり引き剥がされたら苦しいんですよ。またご先祖から祖先につながっていかなきゃいけないのに、それを奪われるから、はい、無理やり。だからまあ個人主義があんまりねはびこるから。でもね、谷口さん、いくらね、じゃあ自虐史観とか戦後70年そういう歩みだったとか言っても、私はやっぱりそういう実吉さんみたいにきっちり目覚められてしっかり考えられる、そういうものが絶対に、その、うん、あるはずと信じてるんですよ。だから何かをきっかけに、はい、まあ、それこそあの拉致問題も、例えばずっとあの関心がなかった方でも去年と私とは違うわと思うぐらいすごく関心が高まった方ともかも、あの実際に 何人も知ってますから、うん、きっと人がこういつか、ね、目覚めて、でそこの原点に、あのなんていうんですかね、目覚められるというか、うん、あの魂がこう呼び起こされるじゃないですけど、日本人の。そうですね。でそういうことがあったらきっといろんなことが全てこう芽吹いてくるというか、今谷口さんがおっしゃったように、自分の魂ってどっから来たんだろうとか、まあ、政治とかじゃなくてこう命のつながりってなんだろうとか、生きていくってなんだろうとか、そういうあの本当の幸せってなんだろうとか、あの右とか左とかじゃなくて、ね、そういうことだと思うんですけど、う、うん、まあ、日本人はなら持ってますよ。それはまあ今隠されちゃってるだけで、うん、ですね、それをまあ真っ直ぐにね、うん、取り戻すっていうのがまあ本当の日本取り戻す、だから現状回復なんですけどね、当たり前の、うん、今ほら命が大切、正しい報道とか正しい教育とかね、うん、まあ、いろんなことをおっしゃる方がいますけど、まあ、うん、あの別に今はもう、たくさん情報があふれる時代ですから、まあ、学校の先生が教えてくれなくても、例えば映画とか演劇とか、谷口さんのねされていらっしゃるロックの音楽家からとかでも、何かのきっかけで目覚めてもらえるようにっていう、あのいっぱいそういうチャンスはあると思うんで、呼びかけていきたいなと思います、これからも。で、ね、できる限りの人が、でもね、どうなんでしょう、谷口さん、陛下のお誕生日に、年末行かれてましたが、一般さんが、はいはい、たくさんの方はいらしてたということで、うん、そういうところもちょっと嬉しいなと思ったりしますが、まあね、たくさんの方が、まあ、そうですね、寒い中早くから並ばれて陛下にあのご拝謁したいと思ってっていうのは、やっぱり目覚められてるというか、日本の国体とか皇室の大切さを分かってらっしゃる方が増えていってるのかなというような気持ちになりますが、うん、そうは思います。谷口さんの周りにも、はい、うん、どうですか、谷口さんは早くに目覚められてますが、うん、やっぱり増えてきてるような気はします。うん、まあ、ね、もちろんそうです。まあそうですけどね。うん、はい。だから、うん、まあ、なんていうのかな。まあそういう保守的っていうか、まあ日本的なものの良さとか、うん、そういうことが、だいぶこう、反日から、反日っていうか、まあああいう、まあそういう、何、
戦後の日本は良くない、ね、良い国じゃなかったというか、悪いことしてきたんだみたいな、ね、そういうのが弱まってるっていうことだとは思いますね、うん、うんうんうん、あ、はい、うん、その先、その先にこう進んでいただきたいですよね。うん、そうですね、伝統とか文化とか持ってる国ですもんね。うん、そう、まあ伝統文化いろいろして、要はね、ご先人が、ご先祖さんがどんな思いでいたのかちょっとね探るってことをやってほしいと思いますよね。あ、別にそうですね、はい、その歴史はもちろん知るべきなんだけど、その歴史からこういうことがありましたっていうことだけじゃなくて、一体どう思ってこうしてったのかとか、まあ、そういうことをちょっと探りたいなと思いますよね。気持ちを、その当時の人の気持ちを知るというかね、どうやってつなげてきてくれたのかってことだと思いますけどね。サニューさん、いろんな曲を書かれていらっしゃいますが、はい、例えば、そうですね、私も英霊の声が聞こえるとか、まあ、一緒に帰ろう、これは一緒に帰ろうっていう曲は、これは硫黄島の、あ、ですか。そうです、そうです。あ、それ島の、あ、はい、あ、なんかネットで、あ、ライブのやつか。そう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 。CD にしてないやつ、はい、はい、そうですね。あ、これ CD になってないのもね。うん、でもほとんど作詞作曲はご自身でしょうか。あ、そうですね、はい。うん、曲作られるときはギターですか。ギターですね、はい、ギターです。はい。もっとね、いや、サネユさんのお話があんまり素晴らしかったんで、私ね、聞き入ってしまって曲かけるの忘れてたんです、すいません。いや、あのね、いやいや、もう具の音も出ませんでした。もうおっしゃる通りだと本当に思いました。あ、うん、そうですね、うん、だからやってもらいたいな、安倍総理。だから安倍さんね、別に私批判したいんじゃなくて、はい、安倍さんを特に支持してる人は、そのミスリードさせないで、ちゃんとこっちの方の俺らちゃんと支持するよっていうね、まあ、改正でね、うんうん、あんまりミスリードされるとね、うん、戦後レジームが固定されるだけですから、うん、拉致被害者を取り戻したいなら、うん、当たり前の最重要課題って本当に本気で思ってらっしゃるならってことですね。そう、うん、当たり前のことを世界の標準的なことを言ってるだけで、別に特別日本が大変なことをせよって言ってんじゃなくて、別に誘拐されたら取り戻すでしょう、うん、別に誘拐犯人を射殺してでも取り戻すのが普通の世界のスタンダードでしょう。はい、そうです。だから、そう、別に無茶言ってるとは思わないんですけどね。いやいや、もう全然無茶言ってませんし、はあ、そう、なぜそれができないかっていうのを皆さん、まあ、諦めるわけじゃなくてね、そのなぜできないかっていうのを過去の日本とかをこう見つめていくと、これもあれも直さなきゃならない、これもあれも正さなきゃならないというものがたくさん本当に明らかに見えてきますね、うんうん、そうですね。いまだね、日本の中にある朝鮮総連にも手をかけてませんし、はい、ああいうものがね、温存されてるっていうことが、もう拉致問題解決本気度がない
っていう国家姿勢になると思うんで、うん、そういうところにねちゃんと切り込んでいかないと。そうですよね。だって近い国ですから、でまして独裁政権なんですから、コーラと返さないと、せめて、分かってる人からでもどんどん返していかないと、北朝鮮がやばいぞっていうふうに本当に金正恩に思わせたら、あの飛行機に乗せられてすぐ戻ってこれるんです。うん、はいね、それはもう日本よりもよっぽど北朝鮮の方が自分たちの国がやばいと思ったら決断は早いと思うんですが、うん、だから毎日毎日ね、安倍さんがね、安倍さんっていうか内閣っていうか国家が普通に、はい、もうこれ以上待ってらんないんだから、待てないとね、武力、うん、そう武力でも辞さないですよって言うだけでいいんですよ、まずは。はいはい、そっからじゃないですか、そんなの必要なんですから。武力ないでさ、何を言ってるのかなってことですよね。結局経済制裁したところでね、裏から助ける力もありますし、うん、本当に痛い思いをさせる制裁って何かっていうふうに考えたら、やっぱり武力ももちろん大事ですし、うんうん、拉致、どうしてこの国ってこんなにたくさん拉致されて、あの一時帰国の時に向こうのね、キム・ジョンイルが拉致も認めて、すごい衝撃が走って、一時は拉致問題ってものすごい報道も沸騰して、うん、こういう悪いことされてたんだとか、でほとんどの人たちが、うん、まあ、テレビで連日連夜やってる拉致問題、あの時代は見たと思うんですよ、はい、で、はい、曽我ひとみさんっていう、その日本の政府も掴んでなかった拉致被害者がいたっていうことも見たわけで、はい、なのにそこからまた関心が薄れていくのって恐ろしいですよね。うん、だからああいうものから、うん、はい、すいません、でも、ね、いやもうねちょっとずれるからね難しいんだけど、あ、ごめんなさい、うん、まあ、だから政府がね、そのままガンガン行けばいいんだけど、結局小泉政権だよね、まあ、結局公明心だから、あれそれで OK ってなるじゃないですか、結局本気じゃないっていうことが分かったってことですよね。だからその小泉さんでもね、まあ、安倍さんもいろいろ頑張ったことは分かってますよ、分かってますけど、それ以上やらないっていうのがね、別にまあ死にたくないんでしょっていうことになるし、その戦後の常識範囲内でしかやらないと決めてるってことでしょ。そうですね、うん、まあ、あんま愚痴ってあれですけどね、いえいえ、うん、だから、うん、日本、まあ、要は我々有権者がね、安倍さんにもうこのまま拉致のもう課題を ね、 放置し続けるなら支持しないよっていう雰囲気をどんどん作っていくしかないと思いますけどね。はい、はい、うん、よくわかりました。優しいんだよね、安倍さん支持者ってね、うん、優しいですね皆さんね、結構ね期待もしたいのも分かりますし、希望も持ちたいでしょうし、まあ、長期政権になってきてるから、このまま日本がどんどん良くなっていってくれるんじゃないかっていうね、でも安倍総理は別に 100% 正解を出してるわけではないでしょうし、支持者もその何も全てね、信任する必要もない、反対意見があったらどんどん言うべきだと思いますし、まあ昔からね、日本
日本の政治家って調整型っていうかさ、まあ、リードしていくタイプの人ってなかなかでいないからね、まあ、いないそういう国なんだけど、それだったらやっぱり国民がねその雰囲気作ってあげなきゃ。皆さん、谷吉さんにたくさんのコメント書いてくださいました。お話を聞いていただきながら、何かご質問したいこととかがありましたら、質問と書いていただけたらありがたいです。いいですか、ちょっとだけいただいても。いいんですけど、どうだろう。あ、いいですか。わかるかなみたいな。いや、多分ね、聞いてくださってる方、視聴者さんは皆さん、ね、免許をされてらっしゃる方ばっかりなんで、いかがですか、皆さん質問を、歌のことでもいいですし。はい、ちょっと私の好きな受け絵を流しておきます。ね、グーの音も出ないですよね。本当分かりますよ、セイラさん。これ受け絵っていうのは、特攻に行く人たち、特攻に行く2人のお話なんですよね。お話というか歌なんですよね。あ、はい、1人の友は、特攻に行って次の日自分も行くぞと、靖国で会おうなって約束してたのに、そこで終戦になってしまったっていう歌なんです。もうね、ぜひ皆さん聴いてください、うん、もうね、たまらないですよ、本当に。ねえ、昔の人のこと考えると本当に申し訳ない、この今の日本をね、もう誇れないですよ、私たちね。あ、質問来ました。谷吉さん、いいですか。はい、はい、これからも歌い続けてほしい。はい、これからも歌い続けてほしいです。何かしら言ってくるやつはいますかという質問が。はい、ありがとうございます、はい、いますよ、もちろん、はい、やっぱいますか。まあ、今ちょっと活動お休み中なんですけどね、まあはい、まあだから、まあ、普通の誹謗中傷ですよ、右翼だとかなんとかってね、そういうことですけどね。あ、まあそれもまあ言論弾圧ですから、日本の右翼なんてね、まあ右翼なんてねって大変ですけど、世界的に見たらもう結構真ん中じゃないのって思ったりするんですが、まあそう思いますけどね、別にそんな、ね、外線のはねちょっとあれですけど、その他のは別にね、普通のことばっかり言ってると思いますけど、うん、まあ、自分の国を愛せないっていうのもね、怖いことですよ。そこに本当に日本人気がつかないと、愛国者がまるでこうレッテル、悪いことのレッテル貼りのように、まあ、左翼の人たちとか使いますけど、うん、ね、この
受けっていうあの歌の中にも500キロの爆弾を抱え鳥のようにとあの特攻で敵地にね、まあ、あの向かう兵士の方誰が行きたかったかっていう話ですよね。行きたかった本当に心から行きたかったかって言ったらそれはね愛する人のそばに皆さんいたいでしょうしだけど、はい、守るためにと思ってとして行ってくださったで何かでね、こうなんていうかね、軍国主義って、うんね、うまく言えないですけど戦った方々に対するね、敬愛の気持ちもないのかというふうに思いますよね。あ、日本を良くするのに邪魔する勢力がありますが彼らには言葉では通用しません。どうしたらいいと思いますか。何か良い方法はないでしょうかというマロンさんの質問が言葉では通用します、はい、言葉では、うん、まあ私もいろいろ批判はしますけどね、あのそういう人たち嫌だなと思うんですけど、はい、例えばあのそうだな、あの戦後すぐに昭和天皇が全国行幸されますよね、回られますよね、国民を励ますためにね、はい、うん、で、はい、その時に若い覚えたばっかの共産党員のね若い者が、はい、この町に陛下、まあ、天皇来るならね、一発ちょっと石でも投げてやろうと思って、行くんですよね。その時に実際待ち構えてて、鼻息荒かったのに、陛下の姿見たら、自然と涙が出てきて、その陛下のオーラですよね。その、はい、日本人としての感覚っていうか日本人の魂がパッとそこで蘇っちゃって、その自分でもわからないのに涙が出てきてありがたいって言って号泣したって話があるんですけど、はいはい、まあもちろんそれ天皇陛下だから当然といえば当然ですけど、うんうん、なんていうんですかね、強く攻撃すると相手も強く反発しますよね。陛下は、その共産党員でも何でも、大切な国民だって思いで会いに行ってるから、まあ、日本っていう国を体現してる方ですからね、日本そのものっていうかね、だからそういうふうに感じた当時のその若い人も、まあ、直感力があったのもあるんでしょうけど、だから今攻撃してくるからってそれを全部反発してガンガンやってもお互いぶつけ合うだけですからね。まあ言葉で通じないって言ったらまあそれで終わりなんですけど、もしその人がね身近な人だったらね、まあ、自分の姿を見せていくしかないんじゃないですかね。なるほどなるほど、うん、それと、まあ、陛下のようなまあ、ぶつかり合わないように、まあ、静かな気持ちで、姿を見せていくということですね。そう、ありがとうございます。難しいですよね、そういう人たちってね、難しいですね、はい、なかなか人はもう自分の信じてるものからね方向転換するのも大変でしょうし、はい、カズさんの質問です。拉致は人権問題なので本当は左翼がもっと騒ぐべきではと思いますが、なぜ日本では右翼と言われるのでしょうか。まあ、保守の方の方がまあ、そうですよね、多いですね、だからまあ北、まあ、朝鮮親睦っていうか、
だからその人たち日本国内だけでそうやってるだけなんですよね。本当に人権っていうか、要は反日活動したいだけっていうところがあるんじゃないですかね。自分の国の中だけで優位だからね、立ち位置が。そういう人たちの方が他の国のことは関心ないっていうか、そのあるいはそっちの方が好きなのか、やっぱり、うん、なんかイデオロギーの方が人命のなんていうんですかね、救助より大事かと思ったらがっかりしますけどね、うん、そうなんですよね、うん、嫌になっちゃいますね、まあ、っていうしかない。無関心ならまだしも反拉致っていう人もいるんですよ、谷上さん。本当にあの原発反対のあのなんて言うんですかね、原発反対の、まあ、街頭活動をされてる方の横で救う会が署名活動してたら急にあの音楽でアリランを歌い出したりね、うん、もうでもなんか絶句しますけど、うん、結局は、うん、イデオロギーとか、まあ、共産主義が大事なのかとか思ったり、うん、うん、そうですね、まあそう、なんかそういう人たちね、だからまああんまり、まあだそう言葉通じないって、まあさっきの人もそうですけどね、まああんま攻撃し合ってもしょうがないんでね、まあそれは被害に遭ったら困るからね、なんてやったらいいか。難しいところですけど、うん、はい、ではマリさんの質問で佐野由さんにの質問終わります。佐野由さんと考え方が違うかもと思うのですが、私は日本国憲法全文を読んだ時に実家にあった大日本帝国憲法を読み返して今の憲法を元に改正しても意味はないと思った。大日本帝国憲法を土台基礎に今の時代に沿った大日本帝国憲法を改正しないと日本人が作っ、まあ、そこでちょっとあの文章がコメントが多分字数が止まってしまったと思うんですが、まあ、大日本帝国憲法を土台基礎にして、今の時代に合ったものを現代風に現代風大日本帝国憲法にした方がいいんじゃないかというお考えですかね。うん、あ、いや私もそうですよ。だから今の憲法は無効にして、はい、大日本帝国憲法を改正しましょうっていう意味での改正派ですよ、私だって、はい、あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。そうです、だからまず現状回復して、はい、時代に沿った、はい、改正をしましょうと、うん、あ、はいはい、マリさん同じお気持ちだということです。あ、ごめんなさい、あの佐野さんもう一個だけボギー中佐からの質問お答えいただいていいですか。はい、いいですか。すいません、ごめんなさい、はい、私は最近憲法改正しないと拉致が解決しないという先入観から脱するべきではと思います。憲法改正するには教育が不可避ですが、拉致にはそんな時間がないです。憲法解釈などは内閣法制局の官僚と政府次第です。やる気の問題ならばむしろ国民が拉致は誘拐です。はい、ということ、ちょっと止まってるんですが、はい、うん、いや、拉致被害者5名は東洋憲法下でもってことですね。はい、うん、いや、わかりますけどね、はい、はい、あのおっしゃることはそうだとも思います、はい、ただだから、はい、うん、
だからその総理が死ぬ気になれば別に憲法関係ないんですよね、うんうん、自衛隊派遣して奪還すればいい、はい、別にその自衛隊に危害があったらそれはあれですけど、その国家っていうのはその一つの国民を助けるためにそれ以上の犠牲を強いてでもやるっていうのが国家ですからね、うん、それをできるなら別に憲法改正や憲法破棄とか後回しでいいんじゃないですか、うんうんうん、はい、よくわかりました、ありがとうございました。森垣正夫さん Facebook のアカウントの方、はい、ぜひ活動開始してくださいと、関西でステージ準備しますというよくいろんなイベントをされてらっしゃる方ですので、もしメンバーとかがうまく集まってさ活動再開の時がありましたらご連絡をお願いいたします。はい、ありがとうございます。さん、いいですか、はい、はいはい、頑張ります、はい、すいません、長い時間お疲れ様でした。もう本当に勉強になりました。もう、はい、いや、とんでもないです、ありがとうございます、はい、私も全てご意見もおっしゃる通りだと思いました。うん、安倍総理のね雄弾英断、本当にそれをやってくださったら、うん、もう他のこともいろいろ目をつぶりたいぐらい本当にやってもらいたいです。はい、本当にありがとうございました、うん、勉強になりました。佐野さん、はい、これからもありがとうございます。やっぱり音楽素晴らしいのでどんどんまた歌作ってください、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いえいえ、とんでもない、本当に勉強になりましたね、皆さん、はい、ありがとうございました。たくさん皆さんが、お礼の言葉書いてくださってます。佐野さん、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、はい、はい、失礼します。お疲れ様でした。はい、佐野さん、なんか自分は口下手だからっておっしゃってたんですけど、お話すごい勉強になりましたし、お上手ですよね。全てもおっしゃる通りでしたね。やっぱり拉致問題が解決しないので、北朝鮮がもちろん、何の罪もない人を連れていたのがもう一番元凶というか元悪なんですが、なぜ日本が取り戻せないか、取り戻せないから解決がないんですが、やっぱこれは日本の問題ですよね。で、町の無関心な一般の方々っていうのは、その北朝鮮の犯罪っていうことは分かってても、日本の問題にはまだ気がついてない方が多いから無関心なんじゃないかなというふうに思います。で、拉致問題を通して本当にこの戦後の日本のいろんな闇も問題もたくさん見えてきて、何にも罪がない、ただあなただったかもしれない、私だったかもしれない、たまたま連れて行かれた方々は本当に人生がもう恐ろしいことに、まあ自分の思わぬ人生を歩まれてるわけですね。で、実際に亡くなられた方ももちろんいらっしゃいます。拉致された方で亡くなられた方いらっしゃいます。最初の方の拉致された方なんですが、これね、左上の方に寺越昌司さん、寺越外夫さん、
寺越武さんと、はい、3名の方が白黒でありますよね。これがこの3名の方が拉致されたのが寺越事件です。でこの中で、3名は庄司さんと外尾さんは亡くなられていらっしゃいます。で政府は、この3名とも認定をしておりません。でもこの、はい、これがね当時の新聞記事なんです。八目っていうのはメバルです。八目漁船無人で漂流、中学生ら3人が不明、生存望めずと。庄司さんと外尾さんはご兄弟です。で武さんはこの庄司さんと外尾さんの甥になります。でめぐみさんと同じ13歳の時に漁船に乗って漁をしているところを北朝鮮の工作員に拉致されました。でこの武さんの話はねテレメンタリーとかでテレビでも取り上げられて見られた方もいらっしゃるかもしれません。いがぐり坊主の中学生のあどけないこの写真、拉致された当時の武さんです。で寺越さんの3名は政府から認定拉致被害者になっておりませんが、家族会に、お二人ご兄弟は入られています。唯一政府から認定を受けてない家族でも家族会に入っていらっしゃいます。来週のゲストはこの寺越事件について長く救うためにご尽力してこられた永瀬武先生がご出演してくださいます。永瀬先生は過去に有本恵子さんのお話で田中美朗さんのお話でこの度、寺越外尾さんについても特に詳しくお話をしていただけます。救う会兵庫の、ね、代表として長く、ご活動されてこられました。有本さんのご家族には長く支援もされてこられて、田中実さんの時にはですね田中実さんに関する拉致実行犯の刑事告発、兵庫県警に刑事告発されました。で寺越文雄さんのご依頼で寺越文雄さんっていう方が永瀬先生の事務所の近くに散髪屋さんを営まれてたんですが、この拉致被害者の寺越庄司さんと外尾さんのご兄弟になります。寺越文雄さんからのご依頼で寺越家の拉致認定を一生懸命政府に、呼びかけたり、寺越外尾さんたちの死亡認定の取り消しなどの活動を行ってこられてきました。で実際に死亡認定の取り消しはされていらっしゃいます。で詳しいお話をいろいろお聞きしたいと思います。私ね永瀬先生のね事務所に行ってその北朝鮮から送られてきた拉致被害者の寺越外尾さんのお手紙とか見たんですよ。本当にうん
そうですか。永瀬先生のお話はすごいお話で、毎週ツイキャスを視聴するようになっては、あ、そうですか。永瀬先生のお話はね、本当にあの当事者の方しか知り得ないお話なんですよ。で、その、文夫さんも亡くなられたんです。ご教、記録とかあのお手紙とかはもう今永瀬先生が全部預かられて持っていらっしゃいます。このね、寺越事件っていうのは、まあ、古いのもありますし、拉致認定されてないということで、意外と知られてない、皆さんあまりご存じないお話が多いんですが、実際に日本からね、社会党の議員が会いに行って、この2人は当時北朝鮮で、生きておりました。寺越外夫さん、寺越武さんで、庄司さんはその場で射殺されたと、北朝鮮工作員に射殺されたというふうに、北朝鮮工作員のアンミョン人が本に書いています、うん、でね、皆さんにちょっとお願いがありまして、ね、荒木先生のブログなんですが、今ちょっと貼ります。はい、貼りました。上の方の HTTP を押してくださいね。はい、寺越武さんは自分は拉致されたんじゃないと、人道的に、なんとありがたいことに北朝鮮から救難しているところを救われて、保護されて、大切にされて、ものすごく幸せに の奥様が和訳されていらっしゃいます。で、それがこのブログの中にある URL に行っていただくと全て読めます。で、これを読んでいただくと、まあ、北朝鮮側が出したものですから、実際に本当に、寺越武さんが書いたものかどうかっていうのは、まあ、そこは分からないですし、寺越武さんが多分思いのまま全て、告白っていう形で素直に全部書けたとはとても思えません。そこにはもう北朝鮮は素晴らしい国だというプロパガンダばかりなんですね、文章は。で、これをこれだけの量を訳されるのは、荒木先生の奥様本当に大変だったと思うんです。でも無料で全部読めるようになっております。なので皆さん、ぜひちょっとずつでもいいので、読めますので読んでみてください。まあ、全て読むのが大変だったら、まあ、5ページ10ページ読んでいただくと、一体ね、何を言ってるんだみたいな、明らかに嘘と分かるような記述もたくさんあります。これは、もう一度言いますね。寺越武さんが北朝鮮に、拉致されたんじゃない、自分は北朝鮮に救われた、人道的に保護された、敬愛する将軍様のおかげで幸せに暮らしているということを寺越武さんの名前で書いた人情の海という告白本、ね、告白ってだって絶対本音じゃないんですけどです。はい、ちょっとずつでもよかったら読んでみてください。荒木先生の、ね、奥様も大変だったと思いますので、ぜひ皆さん読んでみてください。で、来週永瀬先生にご出演していただきます。スクー会兵庫代表永瀬武先生です。寺越事件の話をお聞きします。はい、
そうですそうです、セイラさん、寺越武さんの名前で出されたね、もう北朝鮮が素晴らしい国だというプロパガンダなんですが、そういうものをね、日本人ってなかなかね、ハングル読めない方も多いですし、私も読めないんですけど、北朝鮮が出してる出版本で読む機会もないと思うので、北朝鮮が日本を見て出した意図とかシーンを読み解きながら読んでいただくと、すごくいろんなものがまた見えてくるので、はい、読んでみてください。あ、サニウスさん、ありがとうございます。はい、最後にサニウスさんのお言葉、皆様本日はありがとうございました。最後に一言、オールジャパンでオリンピックを迎えるならば、拉致被害者全員奪還でなければオールジャパンとは言えない。本当そうですよね。開会式に被害者とその家族を全員招待して開催しよう。それが実現した姿を強くイメージしながら、今後も皆さんと一緒に頑張っていきましょうということですね。ありがとうございます。そうです、今戻りたくても戻れない囚われの身の人がいます。その方々が戻ってない状態でオールジャパンとは言えないです。本当にたくさんの方、こういうロックミュージシャンの方や、永瀬先生は神戸市の市会議員さんなんですが、拉致問題解決のために必死にご尽力ご努力されてこられた方々を、このツイキャスではゲストでご出演お願いさせていただきまして、お話を聞かせていただいています。永瀬先生も本当に日々ねお忙しい中、3回目のご出演をしてくださいます。貴重なお話が聞けると思いますので、皆さんまた来週よろしくお願いします。あ、はい、月さんが書いてくれてます。舞台めぐみへの誓い公演情報、昨日も主催野草会の信司小監督とお電話でお話をしました。今なんと200人ぐらいしか集まってなかった募集状況が900名超えているということで、1000名いくんじゃないかというふうに監督も喜ばれてみました。でもまだ座席数はあります。大きなホールです。はい、まだまだ大丈夫ですので、ぜひ申し込みください。でネットからできますので、今すぐでも申し込みできます。ね、なかなか遠いと思いますが、他県の方からももしご都合が何とかつきましたら、有給とか使える方はぜひ使って、はい、関西の方皆さんぜひ足を運んでください。あ、そうですか、月さん、まだ依頼が来ましたか、よかったです。はい、で月さんが何回か出してますが、サニューさんの、CD の方も、こちらから買えますので、ちょっとコピーします。はい、貼っておきます。うん、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。あ、ピョンタさん来られますか。ぜひご挨拶させてください。よろしくお願いします。もちろん私も行きます。はい、では今日の放送終了します。ありがとうございました。はい、最後ね、サニヨシさんのお写真に戻しときますね。なんかね、 YouTube に上げた時に最後のお写真が トップになっていることが多いので、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。